原田敏春は、ラジオ大阪のアナウンサーである。大阪府大阪市出身で、大阪市立法室中学校、上宮高等学校から、京都産業大学に進学。中学生、高校生時代には、生徒会で活動。高校2年生の時に、文化祭で司会を務めたことを機に、アナウンサーを目指したという。大学卒業後の1983年に、ラジオ大阪へ入社。 同期入社のアナウンサーには、後に、プロ野球中継の実況などで活躍する、中井正幸がいる。原田自身も入社1年目にスポーツアナウンサーとして、活動していたほか、入社後2年間は、定時ニュースのシフト勤務についていたが、その後は、平日の生ワイド番組を中心に、パーソナリティを担当。入社後に、国内旅行業務取扱主任者の資格を取得した、ことから、 旅行関連の番組、コーナーで紹介やリポートを任されることも多い。その一方で、2019年まで毎年大阪で開かれている上方漫才大賞の受賞式では、司会人の一人として関西テレビの生中継にも登場。ラジオ大阪を代表するアナウンサーパーソナリティとして、他の在阪ラジオ局のイベントや他局と共催するキャンペーンにも登場している。 ちなみに、屋外イベントへ登場する場合には、晴れることが多く、原田も、トークなどで、晴れ男を自称することがある。2005年4月から2019年9月26日までは、平日午後の生ワイド番組、本間マモン。原田俊春ですで、14年半にわたって、パーソナリティを担当してきた。その一方で、放送期間中の2018年4月に、 アクセリンパシュの治療のため入院。退院後に一時復帰したが、同年11月までは休園していた。同年12月3日から、月、木曜日のみ、同月25日の放送から全曜日の出演を再開。本間も、ん、マイナス放送最終月の2019年9月5日に60歳の誕生日を迎えたが、ラジオ大阪を定年で退職した同月30日からは、 事実上の後継番組、原田俊春、高尾が三のヒットヒットでパーソナリティを担当。2019年10月1日以降も再雇用扱いで同局への勤務を続けている。ただし、2020年1月28日にヒットヒットへ出演したことを最後にアクセリンパュの治療で再び入院していた。3月中旬から外来での治療へ切り替えた後に、 西洋を経て、6月下旬から放送に復帰。2021年1月8日スタートの原田俊しかぶりつきフライデーから生ワイド番組へのレギュラー出演を本格的に再開した。以上は、平日の早朝に放送されていた生ワイド番組。ありがとうございます。